モーテン・ボストロムはフィンランドのキルコヌンミ出身の陸上競技選手であり、またオリエンテーリング選手。現在はヘルシンキに住んでいる。マラソンや1万メートル走、クロスカントリー、トレイルランニングなどといった長距離を専門とする選手である。クロスカントリーのノルディック選手権では2001年にジュニア選手として銅メダルを獲得。 またその他にも様々な大会での実績を残しているが、最も精力的に取り組んだのはマラソンである。フィンランド代表となるための B 標準である2時間18分を切ることを目標とし、北京オリンピック代表を目指すためのオタワマラソンでは2時間18分51秒と惜しくも切ることができなかった。 2012年のロンドンオリンピック代表も目指していたが、同年4月のロッテルダムマラソンでは2時間21分3秒と、やはり届かなかった。なお2004年には、福岡国際マラソンへも参加しており、その際の記録は2時間22分51秒となっている。オリエンテーリングにゆかりある家庭に生まれたため、幼い頃よりオリエンテーリングに取り組んでいた。 結果として2000年のジュニア世界選手権ではリレー競技で銅メダルを2001年のジャワックではクラシック競技で銀メダルを獲得する活躍を見せているまたスプリント競技に精力的に取り組んでおり2004年にはヨーロッパ選手権で銅メダルを獲得しているその後は前日の通りマラソンに取り組みながら2007年まで毎年世界選手権に出場したが 入場を逃し続け、2008年にはフィンランドナショナルチームの層の厚さもあり、ついに国内選考会に出場することさえ叶わなかった。北京、ロンドン五輪ともに出場を逃した、翌年の2013年、オリエンテーリングに集中することを決意し、取り組んだ結果、6年ぶりに、 フィンランド代表としてウォックに出場することとなり、地元フィンランドで開催されたウォック2013のスプリント競技にて見事金メダルを獲得することとなった。ありがとうございます。